こんにちは、季節労働者の直人です。今日は住み込みバイトで投資勤務よりも中抜け勤務の方がなぜいいか説明していきたいと思います。投資勤務というのは一般的な会社とかでによくある朝の8時から17時まで通しての勤務を指し、中抜け勤務というのは旅館とかホテルに多いのですが、朝は6時から10時までの勤務で、長い中休みに入って夕方17時から21時、合計8時間の勤務のようなものを指します。中抜け勤務のメリットというのは長い休みがあるので、その時間で休憩したりとか観光したりとか副業とか、場合によっては仮眠したりとかすることができることです。昼寝とか仮眠については賛否両論あるんですが、現代人って1日1回、長い睡眠をとる、いわゆる単相性睡眠という人が多いと思います。ただ人も含めて哺乳類全般に言えることなんですが、本来1日まとめて1回長い眠りをとるのではなくて、何回かに分けて眠る、いわゆる多相性睡眠が自然の姿であるわけで、産業革命以前は一般的には多相性睡眠という何回かに分けて眠る眠り方が普通だったらしいんですよ。多相性睡眠の方が疲労も取れやすいというし、本来あるべき姿なので、その多相性睡眠、分割睡眠とも言えばいいかもしれないんですが、中抜け勤務の方がやりやすいから自分はお勧めします。ショートバイトや住み込みバイトの求人募集欄に投資勤務か中抜け勤務かというのは書いてありますので、中抜け勤務の案件に応募することをお勧めします。